皆さんこんにちは、東からの秘宝です。本日はですね、マキタの新しい新製品のご紹介になります。マキタさん 40VMAX でこのタイプ出してきたんですね。サムネイル、タイトル見られた方も分かってしまってるかと思いますけど、マキタさん 40VMAX で管理器ですね、充電式管理器 MKR001GZ というのを発売になります。こちらですね、 40VMAX を2本入れるんですけど、 10VMAX にはなっておりません。並列つなぎとなっております。こちらですね、まあ実は数少ない現行商品で 36V の管理器今マキタさん販売してるんですよ。型式はですね、MUK360DWBX、本体のみですと MUK360DZ という形でですね、 36V の大きい方のバッテリーのタイプの管理器として、今現在も販売しております。それのタイプのね、 40VMAX バージョンという感じに見えるのかなあ。けど実際ですね、新しく出したこの、管理器ですね、ハイパー 50cc クラスというふうなね、記載になっております。そうなんですよね、私このクラスね出してくるんだったら、先日、芝刈り機でご紹介させていただきました 64VMAX というのがバッテリーマキタさん出したんで、そっちのシリーズで出すのかなと思ったんですよ。管理機というと、もう家庭菜園だとこのぐらいのね、歯幅 50cm 近いの歯幅で足りるんですけど、 70cm とかそのクラスになってくるとかなり大型な排気量ですね、 200cc とか 150cc クラスの、エンジン出力がないと土を耕すのに難しいから、64VMAX で出すのかなっていう勝手な想像をしてたんですけど、まあ、36V で現行もあるので 40VMAX ということでね、それをこちらの方 50cc クラスにして出してくるというのをね、先行されたみたいです。そうですね、バッテリーのを兼用するとかそういった意味では管理器としてだけ使うよっていう方もいらっしゃるっていうことなんでしょうね。もし、歯の長さ、まあ、全長横幅がね、太い方をやりたいって言った時に、いずれ将来的に出てくるのが 64VMAX シリーズだったり、他の電圧のバッテリーシリーズになってくるのかなというところでね、そういった結論に至ったのかなというふうなね、勝手な想像をしておりますけど、まあそんなこんなでね、40VMAX で 50cc 相当の畑を耕す管理器発売になります。こちらですね、ちょっと中身見ていきましょうかね。もう本当家庭菜園用です。 BL4050F2 本使って、ね、F 型バッテリーじゃないとやっぱ 50cc 相当の出力にはならないんですね。なので 5A 相当以上が必要ということなんだと思います。 5A の、4050F バッテリーを使うと37坪122平米約、耕すことが可能です。8A バッテリー BL4080F の F 型バッテリーを2本装着すると198平米、約60分作業可能ということですね。はい、5A だと35分約作業可能ということですね。まあ、一般家庭のね、家庭菜園の畑を耕すということであれば、もう十分な能力ではないでしょうかね。すごい便利ですよね。一般家庭の方の畑を耕すのって年に 何回やるんだっていうレベルだと思うんですよ。そこをね、エンジン試験と燃料入れなしにしてしまいまして、エンジン始動ができない女性の方でも簡単に使うことができるということで、かなり、充電式のこの管理器メリットがあるんじゃないでしょうかね。特徴的なのはですね、スターローター仕様とローター仕様2種類あるんですよ。スターローター、刃幅が、585ミリあります。前に進みやすいんですかね。推進力に進んで初心者にも使いやすいということなので、掘り起こすところは減っても、前に進むところが進みやすいということなんですかね。80ミリの耕す、まあ、刃の長さになっております。でローター仕様、こちらの方はね、一般的というか管理器使ったことある方は見たことが多いんじゃないでしょうか。107ミリですね。刃の長さは107ミリで横幅が550から刃を両側の1枚ずつ外すと265ミリと幅をね、変えることができるよっていう風になっているのがこのローター仕様になります。深さがね、深く掘る分右左にね、触れる振動っていうのは大きくなりますんで、どちらの方が使いやすいかっていう判断をその辺の目安にしていただければということなんでしょうね。はい。まあ、女性の方なんか力、抑える力がそんなに自信ないよっていう方はスターローター仕様の方がいいかもしれないですね。はい。まあ、なので初心者にも使いやすいって書いてますね。はい。で、ローター仕様の方は逆にエンジン式のような使用感で深く耕すということなのでね、こう右左にこう触れる硬い、全くの硬い雑草地を耕すとなれば、右左に触れちゃうかもしれませんけど、そういうね、トルクの方で深く耕していくような、そういう構造になってますね。はい。そして 40VMAX のいいところですよね。バッテリーも防水
機能になっております。なので、機械自体もね防水になってます。ウェットガードして水洗い可能、突然の雨にも強いということでね、水洗いしてる絵が載っておりますね。さらに、高トルク2段変速ギア、2段で変速してるんですね。なのでゆっくり回してトルクでしっかり土を耕すことができるというふうなね、形になってますね。本当女性の方でも簡単に使いやすいんじゃないでしょうかね。で転がして動かしやすいようにタイヤもついております。まあタイヤを地面側にするのか、耕すときは上に上げるのかとかでね、それを簡単にねすることができます。軽自動車にもね簡単にね乗せられるみたいですね、はい、この管理機土を耕すので使い終わった後土が落ちやすいんですね。なのでそれを格納するためのアンダートレー、土を落とさず収納できるっていうアンダートレーっていうのもねあるそうです。これ別売なのかな。前の管理機のやつはなんかね、この手なんかは、別オプションでしたね。そして別売部品のオプションでですね、耕した後は畝を作りたいんですね。まあ桑なんかでね山作って種を植えるためのね、その畝を作るためのアタッチメント、そういったアタッチメントもねこういう丸く作る畝なのか三角なのか半丸なのかとかね、そういう別売部品もあります。さすがここロビンの技術というか商品を受け継いでるなっていう感じのものもちゃんとご用意してますね。それ以外にもね、車輪関係のものとか、そういうスパイラルローターとか除草作業にいいやつとかですね、そういうのもオプションで販売しておりますね。その辺のねエンジンの時に培った、オプション品だとか技術か、そういったのはそのまま受け継いで、販売となるようですね。こちらですね、3月半ば下旬頃にはもう販売になりますかね。東方岩手県二戸地区もですね、雪が溶けてきまして、畑の雪も溶けてきて、そろそろ耕すシーズンかなという格好になってきますのでね、こちらすいません、店舗在庫はいたしませんけど、カタログ販売、まあ注文受注発注で、販売させていただきたいと思います。このね、MKR001GZ40VMAX、 あ、まだ値段をお話ししてませんでしたね。本体のみですね、本体のみの価格となります。スターローター仕様の方ですと216,500円税別、ローター仕様、深さが深く掘れる方のローター仕様 MKR001GZB、 こちらですと205,400円の税別、こちらからですね大体3割ぐらいはお引きできるかと思います。でさらに、バッテリー持ってないよっていう方はですね、5アンペア以上のバッテリーがおすすめとなります。 BL4050F か BL4080F、 このタイプであれば2本同時充電のパワーソースキットがおすすめですかね。はい、仮払い機なんかね、こういったタイプたちなんか仮払い機の方でも 40VMAX のバッテリー持ってるよ、1本ずつのやつだよという方でも大丈夫だと思います。並列つなぎなのでバッテリー1個ずつしか充電できなかったとしても耕すことができます。まあその代わりね、連続作業をするのにいちいちバッテリーを取り外していく回数が1回増えるっていう格好になるんですけど、まあ2本挿しておけば長い時間作業ができるということで、2本挿し仕様並列つなぎというね、切り替えができるっていう風な自動切り替えになってるんでね、そういった煩わしさあるかもしれませんけど、1本充電でもいいかもしれませんけど、まあ、2本充電の方がいいのかな、改めてセットでご購入する方は2本充電の方がいいんではないかなっていう風な感じで私は印象を受けてますね。まあ、そんなこんなでね、 40VMAX シリーズ、こうやってエンジンの代わりになるものがどんどん発売になっておりますのでね、ぜひね、管理機考えてたよ、エンジンじゃないものがいい、ガス式がいいのか、いやガスよりも今は充電でしょうということでね、マキタ MKR001GZ ですね、36V で出てたところに 40VMAX 新たに出てきました。今後 ねまたどんどんいろんなのが出てくるかもしれませんけど、その度にまたねご紹介させていただきたいと思います。今回の動画、マキタ充電式管理機の発売のお知らせでした。よかったなと思いましたら高評価お願いいたします。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。